はい、今回のスタイフ。今回のスタッフは、モンスターハンターに関する新情報をお伝えしますモンスターハンターに興味がない人、興味がある人、皆さん聞いていただければと思います。<laughs> モンスターハンター、興味がない人がどれだけついてこれるかっていうことですよ。僕の、このトーク術によって。ね。はい。これでモンハンファンが増えれば、もう、バッチ、バッチ恋なんで。 ていうわけでですね、モンスターハンター、あの来年の夏ぐらい、あと1年後ぐらいですかね、に、えっと、新しい、えー、新作が出るということですね、モンスターハンター、えー、これは何だ前回はアイスボーンだったんですけど、今回は、えっと、サンブレイク。いや違う違う違う、サンブレイクじゃない。それ、ライズ、ライズ、それ、スイッチ。えー、っと、モンスターハンター,、えー、サンドブレイク。違う、それも違う、サンドブレイク違う。<laughs> <laughs> 太陽が砂に変わった太陽が砂に変わった違うどっちだえっ、ー、とこれを合体させたような感じだねさん,さなんか砂漠が多いんだよ次のモンスターハンターのその新エリアというか新しいその、えー、エリアがね前回はこの森林だったんですよね森の中があってせ、あのーね、世界樹のこう、えー、木があってあれ世界樹だったっけな世界樹そうでっかい木のね あのマップがあのあの一番最初のエリアだったんです今回は砂漠なんですよね。でモンスターハンター4の、えっと、続編なんですよ。で砂漠のエリアが多くて、えー、なんかそれを引き継いでるのがあの次の自作なんですけれどもモンスターハンターそうワイルズですワイルズ。<laughs> いろいろ混ざったいろいろ混ざったぞ砂漠があったからサンドってうん、ついちゃった、うんえー、モンスターハンターワイルズですねがえっ、ー、と来年発売されるんですけどもえっ、ー、とこれの新情報がどんどんリークされてて最近はあのえっ、ー、と武器のモーションとかがすごい出てるんですけどもおーっと思って、えー、やっぱね画質がやっぱすごい良くなってるもうあのんだろうえっ、ー、ともう見た感じ比べた感じ全然違くて うん、鮮明になったかなっていうその動きのモーションとかも、あのー、すごくこう細かくなった、うん、新モーションもたくさん追加されてるし、まあ、その風景だったりとかも細かい,いこう、あのー、バージョンアップがされてるし、うんやまやまあまあ、動きが本当に、あのー、そのモンスターだったりとか、えっと、そのキャラクターの、えー、動きがすごくリアルになったというか細かくなったなっていう。 イメージがあります、ね、でまあいろいろ改良された点はあるっぽい一番がこれ一番変わったなっていう,もうその主,主流になるあのあのシステムっていうのが、えー、セクレートっていう、えー、あの乗り物に乗ってこう、ねえー、移動できるっていうこれってねあの前回の「ライズサン,サンブレイク」であのガルクっていうワンちゃんに乗って移動できたシステム システムね移動できるシステムだあのそこで入ったんですけどそのい乗りながらこうね、えー、素早くこう移動できるっていうシステムが今回は、えー、そのセクレトっていうちょっと鳥っぽいうんとダチョウですねダチョウ <laughs> ダチョウ、うん、<laughs> 鳥みたいなのを足が日本二足歩行の鳥って言ったらもダチョウじゃん。うん 飛べない、あんまり飛べないっていうね。うん、ダチョウです。はい。セクレット、ダチョウのねモンスターハンターのダチョウみたいなのあのまあ、えー、乗り物というかね、はい、えー、に乗って移動、基本的には一緒に行動するんですよね。うん。うまくこう前回のそのモンスターハンターライズとそのモンスターハンター、えー、前作のねえっとそのその前の作品の、えー、アイスボーンを うまくいいとこ取りしたシステムが、まあ、今回取り入れられてるんですけどこれが一番あれなんじゃないかな肝になるというか、えー、と今作自作か「モンスターハンターワイルズ」にとってのうーもうこの一番の魅力というかあの変わった点一番大きい変更点というかう一番変わった点だと思います。セククレト、えー、前回はガルクだったんですけど でガルクは、まあ確かに、あの、本当に広範囲、もうめっちゃ広いからさ、フィールドが。だから、やっぱ歩いてこうね、移動するのってすごい時間かかるし、えーまあ、それがちょっとストレスに感じるプレイヤーもいる、いたと思うんですよ、アイスボーンの時とかも。で、アイスボーンもね、ちょっとこう、ね、あの、なんか、えっ、ー、と、モンスターが仲間になって、 で背中に乗って連れてってもらうみたいなのあったんですけど、でもそれってね、あのアイスボーンの時は自由に動けなかったんですよ。その場所を指示してそこに自動的にこう移動するっていうね、移動してもらうみたいな感じだったんですね。でそれがライズになってえっとガルクになって、でワンちゃんに自由にこう乗って自由にこう移動ね、あのしながら叩く戦闘もそれでできるみたいなね。 ようなシステムになったんだけど今回はそのガルクシステムがすごい引き継がれてますね。そのセクレートになっ,たっていうで一番でかいく変更したのはもうこれ一番でかいと思ったのが武器が途中で自由にそのセクレートにねセクレトに武器をもう一個持たせてでいつでもこう入れ替えられるっていう。武器2種を ね、2種類の武器をあの常に持ち歩けるっていうねあのシステムがこう入ったんですもう今までは一、ね、回ねこうキャンプに帰ってさ装備変えないといけなかったんですけど、ね、それがもう,あのもうワンちゃんよりもでかいからイセクレットって <laughs> ガルクよりもでかいから武器を持たせることができるようになったっていうねあんなでかい武器をねうんセクレットすごいねうんあんなでっかい武器をもうしわせてね あんな二足でこう <laughs> ガンガン走れるっていうねえ武器もう一個自由にこうセクレートのおかげで、あのー、持ち帰られるようになったっていうで、えー、まあ結構オープン反オープンワールド的な感じのシステムにはなってるっぽいですね。前作よりもう一応エリアはあるっぽいんだけどそのーオープンワールドってさエリアがないわけじゃん。 オープンワールドはエリアがなくてさ、もう自由にさ、どんなところでも行けるのがオープンワールドなんだ一応多分なんかね、あのそ、モンスターハンターワイルズはうん、まあ今まで通り、一応エリアはあるっぽいんだよね。行ける範囲は決まってるっぽいんだけど、そのだけど、その、スムーズに、よりスムーズになったみたいな。えっ、ー、と、今まではね、あの、クエストを発注してから、 あのじゃあ行きますよファンファンっつってでそのエリアに自動的にパーって飛んでいくみたいなでんだ感じだったんだけどなんかそれがねなんか結構スムージーになったのが一つでかいシステム変更っぽいですね。だからその、えー、引,き引き継ぎでこうそのまま次のクエストに行けたりとかその、まあ、クエスト受注多分クエスト受注はあると思うんですけど。 受注して、えー、その、ローディングしなくても、そのまま、その、えー、なんか、出ていけるみたいな。クエストに出発できるみたいな。その、村と、えっ、ー、と、完全に村とそのエリアが、あのー、今までは、繋がってなかったのね、分かれてたのね。その村からそのまま出発するっていうのができなかったんだよね。一回、ローディングを挟んで、で、しゅその、エリアの、 えー、キャンプから出発するっていうのが今までのモンスターハンターだったんだけどそのローディングがなくなるみたいなの、ね、感じの情報が入ってきてるよりちょっとオープンワールドチックになったっていうね <laughs> 感じですねだからオープンワールドではないんですけど厳密に言うとけどチックになったっていうオープンワールドチックになってきてるっていう <laughs> 要素がが入っっってててるうのがあってでセキュレートによってねその広い範囲、うん、もっと効率的に移動できるようになったっていうのがあるらしいですけどでも砂漠だしねやっぱここの一番最初のエリアがね砂漠なんでやっぱり移動なんか大変そうですもんねすごく広大な感じしますもんねうんまあ話によるとねあのー、2.5倍ぐらいもう2倍ぐらいのあのー エリアの広さがあるらしいです。そのモンスターハンター、えっと、ね、その前回の、えっと、アイスボーンか。アイスボーンのエリアの、まあ大体に、ね、2倍から2.5倍ぐらいの広さはあるらしいんで、まあ、それだとやっぱりさすがに、ね、ガルクとか、まあ、そういうセクレート、ね、乗り物に乗らないと移動めちゃくちゃ大変だよね。もう、もう、もう、あの、もうキャンプから、その、 ハギ取りに行くってなったら大変よもううん <laughs> いやいやちょっと待ってはもうえ今倒したのみたいな今倒したの間に合わないんだけどみたいな <laughs> ちょっと待ってって制限時間内に剥ぎ取らないといけないあ1分でしたっけ倒して1分で剥ぎ取らないといけないのに1分じゃたどり着けねえよっていうねうんそうそうそう,なんかうそ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 うだからセクレとまあいいシステムだと思いますねあとはその 本当に二刀流二刀流ではないんですけど二つ武器が持っていけるっていうのもでかいなと思いますねはいまあこれからまたちょっと新情報出たらまたえー、話そうかなと思いますえー、皆さん聞いてくれてありがとうございましたヤモンスターハンターえバ、ー、イルズ楽しみですそれではまたおつしゃみーいよー